南アフリカなどで新型コロナウイルスの新たな変異株が確認されたことを受けアフリカ南部からの渡航を制限する動きが広がっています南アフリカやボツワナなどで新たな変異株が見つかったことを受けイギリスは25日に新たな変異株が見つかった南アフリカやボツワナとその周辺の合わせて 6つの国からの渡航を禁止すると発表しました。これに続き EU も26日加盟国に対してアフリカ南部地域からの渡航を停止するよう要請しました。イタリアは過去14日間以内に南アフリカなど6カ国に滞在歴がある場合の入国を禁止するとしています。ドイツでも27日以降南アフリカなどからの渡航は ドイツ人が帰国するる場合に限ると発表しましまた新たな変異株はこれまでで最も激しい変異が見られ南アフリカ当局はワクチンの効果を弱める恐れがあるとしていますこれまでに香港でも確認されていて26日にはイスラエルでも初めて感染者が見つかりました